じゃん、果物のままごとおもちゃだね。ここから開けて、じゃん、こんな感じのセットになっていて、これがオレンジだね。これをこうやって合わせてあげて、あ、葉っぱもついているよ。そしてこれ、このしましまの感じはスイカ、スイカだね。皮が結構厚くなっている。このスイカも2つを1つにして、よし、これで1個のスイカだね。そしてこれ、これはキウイだね。キウイフルーツ、これもこうやって2つを1つにしてあげて、よし、これでいいかな。そしてこれ、これはブドウだね。ブドウ、ブドウも2つ1つにして、よし、これでブドウ1房だね。そしてこれ、これはイチゴ、イチゴだよ。イチゴも2つを1つにして、よし、これで OK かな。そしてこれ、これはレモン、レモンだね。酸っぱい味のレモンを2つを1つにして、そしてこれが包丁で、これがまな板だね。そしてこれがお皿、お皿、フルーツパーラーっていうお皿だね。よし、それじゃあ今度はこの包丁を使って半分にトントンしていくよ。よし、こうやってレモンをトントンしていったよ。そしてこれがブドウだね。ブドウも真ん中から包丁を使ってトントン。そしてこれがイチゴだね。イチゴも真ん中からトントン。そして今度がオレンジ。オレンジも真ん中からトントン。そしてスイカ。スイカだね。スイカも真ん中から、よし、お、結構硬いかな。トントン。そして最後がこのキウイフルーツ。キウイフルーツも真ん中からトントン。